7月25日月曜日です、今日も3日連続の秘密の夜勤アルバイトが終わった後、4時間ぐらい髪を取って、今日もこうやって裸足で走っています。だから遅いです。足の裏が痛いです。痛い有酸素運動は体に悪いという説を、教えてもらったので、走る回数を減らして、走る時間を減らして、ほどほどに、体を酸化させない、老化させない程度に、あくまでも意志の力を鍛えるため、心の修行、運動習慣を見つけるために、そして何よりもあなたに元気とエネルギーを届けるために、こうやって走っています。痛い、足が止まるから。